ダニエル・エドワード・マートは、主に1940年代から1970年代に、活躍したアメリカ合衆国のプロ野球選手、監督。選手時代のポジションは、内野手、ペンシルベニア州チェスター生まれ、右投げ右打ち。1960年と1971年にニ度ワールドシリーズを、制覇・ザ・ファミリーと呼ばれた黄金期のピッツバーグパイレーツを指揮した。 メディアによっては名字をマートウと記すこともある。現役時代のマートウのベースボールカード1937年にセントルイスカージナルスと契約。その後カージナルスでの昇格がないまま1941年にフィラデルフィアフィリーズに移籍してメジャーに昇格し85試合に出場する。1年目に18盗塁を記録し、第二次世界大戦による出世もあり。 現役の中断を挟んで1946年までフィリーズで主に二塁手としてプレーその後、1947年にボストンブレーブス、1948年にピッツバーグパイレーツへ移籍するが、パイレーツ移籍初年度の1948年は打率。 290と71打点という自己最高の記録を残し、守備での目覚ましい活躍と合わせてこの年の MVP 候補となった。監督時代のマートー・マートーは1951年に現役を引退し、その後マイナーリーグの監督を経て、1956年にコーチとしてパイレーツに復帰する。同年途中より監督に就任。 これ以降パイレーツの指揮を取るようになった。パイレーツは翌1958年から優勝争いをするようになり、1960年には1927年以来33年ぶりのリーグ優勝と1925年以来35年ぶりのワールドシリーズ制覇を成し遂げる。この優勝以降1960年代はなかなか勝ち越せないシーズンが続き、 マートー自身も健康上の理由から1964年で一旦監督を退き、球団のフロントに入った。しかし1967年に再びチームの成績が落ち込んだことで、このシーズンの後半に再び監督に復帰する。マートーは同じように1969年シーズンの後再度、監督復帰を要請されたが、この時は事前にメディカルチェックを受けた上での復帰だった。 1970年、マートの復帰したチームは、再び快進撃を始め、同年ナショナルリーグ東地区で優勝。翌1971年には、ロベルト・クレメンテラの活躍で、自身二度目のワールドシリーズ制覇を成し遂げる。この年マートを率いるパイレーツは、メジャーリーグで初めて、アフリカ系アメリカ人や中南米出身の選手だけで、構成した。 オールマイノリティラインナップを組んだことでも知られている。その後1976年までマー島は、計6年間パイレーツを指揮したが、この間4度地区優勝を果たすなど、チームは黄金期を迎えた。マー島の背番号、40、ピッツバーグパイレーツの永久欠番に1977年、指定。1976年のシーズン終了して間もない、同年12月2日、マートは、 脳卒中のため59歳で急性した。死後、1977年4月に、パイレーツは、マートーの背番号を、40を、チームの永久欠番に指定し、生前の功績を称えた。順位は、年度最終順位。ありがとうございます。